お疲れ。外のカフェでかすみたちと待ち合わせしてるんだけど、中で待っててもいい？ありがと。そんなに長くはいないんで。はぁ、涼しい。次外に出たら溶けそう。ちょっと日焼け止め塗ってもいいかな。こまめに塗れってみんなに言われてるんだよ。何度も塗らないといけないから結構めんどくさいな、日焼け止めって。え？暑いのは嫌いか？好きじゃない、苦手、無理。クーラーがないと生きていけない。ていうか今年の夏は特に暑くないか？どう思う？この前かすみにも聞いたんだけど、夏はいつだって暑いよって言われたんだよな。そんなこと分かってるっつーの。え？かすみと同じ意見？つうか今までは日焼け止めとかほとんど塗らなかったけど、この夏は確か3本ぐらい使ってる。その分私が外に出たから？ああ、確かにそれはあるかも。ほとんど毎日誰かと一緒にいたからな。つってもまあほとんどポピパのメンバーだけど、そう考えると暑いのもそんなに悪くないかも。別に何でもねえって。あ、かすみたち来たみたいだから私行くわ。ドア開けただけで熱気が、うわあっちい。